こんにちは、マヌエリアです。はい、一つお詫びをしたいんですけども、1月1日の新年の動画からもう今日19日の約20日ほど経過しているんですけども、 YouTube 始めてから初めてと言っていいんではないかというぐらい動画をちょっとお休みしていました。すいません。理由なんですけども、まあここではあまりちょっと詳しく言わないんですけど、まあ Twitter とか Instagram とかをフォローしてる人は11月とか12月ぐらいからずっと体調悪いって言ってて、それがはっきり原因が分かって活動をイベントとかをねちょっとセーブしている感じなんですけども、まあそれにちょっと、まあこれ言い訳ですね、甘えてたってわけじゃないんですけど、まあ自分と向き合う時間じゃないんですけど、まあそういうのをちょっと時間を与えていたら気づいたら20日になってしまって、しかも今見てこれ2時49分、やばくない？めっちゃ朝方。でも私今日なんかわからないんですけど寝れなくて、しかもなんかもうすっぴんなんですよ。でもこれも本当お詫びしたいんですけど、なかなかその家に引きこもってることが多くて化粧をすることがあまりなくて、ちょっとでももうとりあえず動画撮んなきゃっていう気持ちがすごくて、もうすっぴんでもいいからとりあえず一本とりあえずあげとこうみたいな、近況報告しなきゃみたいな感じでとりあえず今撮ってるのがこれになります。なんかアホみたいな格好になってますけど、これは一応部屋着です。でちょっとすっぴんに目がいかないようにフードかぶってるっていう、今年26になる女がこんなモコモコの臭みみついてる部屋着を着てます。そんなことはどうでもいいけど、ちょっとなんかいろいろあれなんですよ。髪の毛もまず動画で見るとだいぶ黒に近いんですけど、まあ日光に当たるともうちょっとこう焦げ茶ぐらいな感じの色にして、エクステもつけて髪の毛が長くなりました。であと久しぶりにネイルもちょっとやってみましたね。いい感じです。キラキラかわいい、こんな感じです。はい、ということで今日の動画なんですけども、ほんといろいろ言いたいことがあって、企画とかもいろいろやりたいんですけども、取り急ぎごめんなさいっていうお詫びと、 YouTube の登録人数が7万人を超えました。ありがとうございます。去年のね9月から10、11、12、14ヶ月、やり直して4ヶ月で、まあ、7万人はまあまあまあいいペースなんじゃないかと思います。今年はねもうちょっとサボらないようにね頑張って動画を上げていって、まあ6月までに15万人ぐらい上半期で、で下半期で20とかぐらいいけたら上出来なんじゃないかなって思っております。なのでまだまだ皆さんのお力が必要なので、拡散だとか視聴だったりとかよろしくお願いします。ということで、まああと次、そう、お詫びと7万人行きましたっていう報告と、もう一個お知らせがあって、この度私ファンクラブが行きました。ありがとうございます。今月でマノーユリアがデビューして5周年になるんですけども、まあ記念と言ってはなんなんですけども、もともとファンクラブ作りたいなっていうのもあって、まあとりあえず5周年だしいいタイミングかなということで、ファンクラブを作らせていただきました。ありがとうございます。概要欄にファンクラブの URL 貼っておきますので、興味ある方はぜひ入会してみてください。で一応プランも2種類あって、まあ、月額なんですけどちょっと金額が違うんですけど、内容もそれによってちょっと変わっていきます。ファンクラブ限定の YouTube の動画だったりとか、ライブ配信とかつぶやきだったりとか、まああとはイベントの告知だったりとかをちょっと優先的にしたりとか、まあ、ちょっと高いコースだけになっちゃうんですけど、1対1でアプリ内でトークができるっていう機能があったりだとか、合言葉と会員ですよみたいなのを見せてもらうと500円割引しますよとか1000円割引しますよみたいなサービスだったりとかをいろいろもっと増やせるようにね、まあ、そのうちねファンクラブの人数が増えたら、ね、ファンクラブ限定のオフ会とかも開催できたらなとか、まあいろいろね妄想だけが膨らんでいく一方なんですけど、まあ随時入会はお待ちしておりますので、なんか私のサイン入りの私物だったりとかが当たるミニゲームじゃないですけど、まあ、スクラッチ機能みたいなのがあったりとかもしたりとか、特典がとりあえず盛りだくさんなので、よかったら気になる方は概要欄に URL 貼っとくので、よかったら飛んでみてください。入会お待ちしております。はい、ということで、あ、そう、あと1個だけ言わせて、今年26なんですけど、26歳、TikTok のとか SNS とかで流行ってる流行りのこの帽子、うさちゃんの帽子買いました。
やりたかっただけ。はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、マネリアでした。バイバーイ。